僕なんかどこまでやめるのか一回やってみたいですね。はい、あ、それもやりたいですね。じゃあ、いっちゃいたいと思います。いいっすか。はい、内側から上げるパワーが瞬発力、瞬発力ですね。あー、いや、これ通いたいな、ちょっとベンチプレス150上げたら、僕なんかどこまで上げるのか一回やってみたいですね。はい、あ、それもやりたいです。それ先やっちゃうとこれ上がらなくなっちゃうですね、勝負重視。あ、でも先にこれやっちゃったら多分どこまで上がるかできないかな。ちょっと、ね、先やってみない。先やってみますか。じゃあ70キロいってみますか。はい、よし、70キロ。これも相当重いですよ、自分の体重ぐらいか。え、でも本当は靴上げたりしていいですね、はい、いや、あの、なるべくやっぱ筋肉に引かせる場合は上げない方がいいです。あ、そうなんですか。はい、上げた方が上がりやすいです。そうですね、上げた方が上がりやすい。手だけで70キロいったらなかなかすごいです。なかなかすごいですね。じゃあ、いっちゃいたいと思います。はい、おお、余裕ですね。全然いけたね。いけますね、これ。80がいけますね。80いけますね。80いけますね。80いけますね。いきなり自分の体重上がったらめちゃめちゃ強いですね。そうですね。75ぐらいの今さっきも70、これが次80です。10キロ上がるの結構変わるから。はい、70の時はでも正直、あ、まだいけそうだなと思ってる。多分80スッと上がっちゃいますね。スッと、はい、いきます。おー、いけます。おお、強い。よし、でも重たかった。超やったことないですです。いや、すごいっすね。いや、これ筋トレの才能もやばそうっす。あります。はい、MVP になれるかな。じゃあこれ可能性ありますね。いや、でもね、ちょっと重くなったよ。急に10キロやっぱ変わる。変わりますよ。70の時まだいけるなと思ったけど、10キロはあんまり100からの10キロが結構重たいんです。これ90ですか。これ90です。これ上がったらもうだいぶやってる人です。ちょっと気合入れていっちゃっていいですか。やってる人1年ぐらい多分やってる人です。おー、すげー。これはすごい。これはすごいですね。マジっすか。これは強いっすよ。はい、めちゃめちゃ強いです。74キロで初めてで90キロは100でも、あれ、なんか効いてる気がする。あ、ちょっとインターバルを100いってみます。100ですか。はい、これもし、これ成果が上がっちゃったら可能性しかないですよ。いや、でもね、90きつかったから。結構きつかった。これ100上がると思う。これ本当筋トレ始めてずっと永遠に上がらない人って意外と多いんで、はい、ここ突破したらマジでやばいです。いや、やらずにいけない90はちょっと何も言えないですね。中3で100じゃない。僕でも2年くらいか、2年半くらいかかってるんで。あ、週1からやってるんですか。はい、やり始めて。家にセット買ったんですか。家にもう親父が好きで全部あった。あ、え、親父さんもすごいムキムキなんですか。ムキムキだったっすね。50ぐらいまで120キロぐらいバンバン上げてました。え、120キロバンバン上げた。はい、ベンチプレスで。あ、120キロあったの。で、親父が格闘技とか好きで家にミットとかサンドバッグ集め始めて、僕もなんか空手とかその頃から。ああ、そういうことだ。格闘技の道は何でいいかな。ですね、これ僕らパーソナルトレーナーやった時にプロの格闘家の人がいたんですよ、はい、で、なんかパンチもらいすぎてたらドランカーみたいになってたんですよ、はい、フランケンシュタインみたいな感じで喋りとか、はい、ちょっと将来これちょっとなってちょっと思っちゃって。僕はもうもらわないから。そうですね、ゆくるさんぐらいもらわなくていいんですよ。よし、行くぜ。100ですか、これ。100ですか。100です。これ上がったら、すごいです。いきます。せーの。出します。もうすぐ。あー、くそこんだ。うわー。よし、よし、よし、今。ギリギリ、いけそうだったけど、いけなかった。これでももう、あの、1ヶ月やったらいけちゃいます。1ヶ月1ヶ月、ホームさえ固めたのも上がっちゃいます。マジですか。はい。うわー、悔しいな。上げたかったけど上がらなかった。やっぱなんですかね、内になるパワーが強いですよね。
あなんかうわっていうその内側から上げるパワーが瞬発力。ああ。いやこれ通いたいなちょっとベンチプレス。いやもう1ヶ月ですね。1ヶ月かかんないかもしれないです。100まで。マジですか。3ヶ月もういらなかった。いらないです、ね。いやこれポテンシャルすごいっすね。本当ですか。はい。よしじゃあ。すげえ。引退後やりますか。体重も90キロぐらいにします。うん、15キロアップぐらいか。うん、多分増やせると思うんだよね。練習しなかったら。結構食べれます。めっちゃ食います。あじゃあ大丈夫っすね。ゆくりさんがこっちの道ってのなんかちょっと嬉しいっすよ。本当ですか。はい、大先輩ですからね。いろいろ教えてもらって。でもやっぱね、かっこいいっすからね、そういう体。そうですね。いやでも僕逆にニクルさんが見てたりとか座りながらと思ったんですけど、やっぱあれだけ動けるのが逆に僕かっこいいって逆に思っちゃって。はい、ダイヤモンドレーダーみたいなのもありますね。ありますよね。ギリギリでしたもん。ちょっともうちょっとでなんかいけそうだった。自分の感覚ここ乗り越えたらいけるんじゃないかな。なるほど。なんかベンチってデッドラインってあって、このラインが上がっちゃえばあと上がるって言われてるんですよ。でもニクルさんも半分以上上がってたんで、もう本当上がります。もうちょいですね。もうすぐです。まあ、1ヶ月本気で週 1,2 ペースでやれば多分すぐ行っちゃいます。よし、行きます。行きます。早いですか。いや筋トレも強くなって、リアルも物理的にも強くて、はい、敵なしじゃないですかもう。いやいや